さあこの後はですね、午後2時からはゲストをお迎えしますよ。杉本雄二さんです。ワンスのデビューシングルアメージンググレイスお送りしました。この前ね、ワンスの活動1周年迎えられました杉本雄二さんにこの後ご出演いただいて、1周年迎えられた今のお気持ちですとか、あとこの暑い中、杉本さんアイス好きだということなんですが、スイーツが好きということなんですが、どんなアイスを普段召し上がっているんでしょうか。そんなお話も伺っていきます。 JOIVFM You're listening to KISS FM Kobe 89.9。 時刻は2時になりました。この時間スタジオにゲストをお招きしています。ワンスの杉本雄二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉本さん、神戸のご出身ということで、はい、そうです、はい、お帰りなさい、ね、ありがとうございます。ただいまです。お帰りなさいの気持ちも込めてなのかな、はい、キスナーさんがスタジオの外にたくさん遊びに来てくれていますね、こんな見れるスタジオになったんですね。そうなんですよ、手振ってくれてますねあ、手振り返してくださってありがとうございます。ね、たくさん神戸から見に来られたのかな、うん、それとも大阪とか他のとこから来られた方もいらっしゃるのかな、どうなのかな、皆さん笑顔で見てくださってますが杉本さん、はい、アイスが好き、特に31アイスクリームが好きって伺ってるんですけど。そうですね、まあ持ち帰りできるので近所で言うと31だったので、もう31っていう感じなんですけど。神戸に住まれてる時から、はい、あの神戸に住んでた時は、うん、それこそもう今もう長いことないと思うんですけど、あの広場、名前何になったんでしたっけ、三宮駅のパイ山から、パイ山から三北広場になりました。三北広場に私もパッと言われた時にパイ山しか浮かばない、パイ山ってなっちゃったんですけど、あの広場の前にハーゲンダッツの路面店があったんですよ。ありましたっけ。もうそれこそ15年20年前なんですかね。ありましたっけ。そうだから、その当時はもうずっとそこで食べてました。そうなんですね、うん、なんか家族でご飯食べに行って、で帰りはもうその駅前でアイス食べてっていうのがもう決まりでしたね。うん、じゃあ小さい頃からの思い出も詰まっているし、うん、はい、その習慣というか、そうですね、思い出も感じながら大人になった、はい、今も召し上がってるってことですね。今アイスクリーム大好きです。特にどのフレーバーが好きとかあるんですか。あ、今ね、期間限定である杏仁豆腐っていうのが、杏仁豆腐あるんですか。めちゃくちゃ美味しいですよ。美味しそう。そうだから、なんていうんですかね、そのバニラアイス部分はちょっとあの杏仁の風味があって、でそこにマンゴーの果実なのかながちょっとこう混ざっていて、この暑い時期にぴったりですね。最高です。絶対美味しい。ぜひ試してください。ちょっと今日まず帰りに買ってみますね杏仁、はい、食べてみよう。でね、この暑い中来ていただいてありがとうございます。なんですが、改めて、ソロプロジェクトワンスがこの前の金曜日7月19日に1周年迎えられたということで、はい、おめでとうございます。4月にはね、アコフェスにもご出演いただきましたが、はい、アコフェス含めてこの1年振り返っていかがですか。この1年、まあ半年ってことですよね。うん、あのアコフェスも含めて1周年。1周年、はい、うん、そう、いやもう早かったなっていう感じなんですけど、でもなんかもうありがたいことにすごいソロのプロジェクトも始めて、ソロのプロジェクトも忙しいですし、なんかいろんな仕事もやらせていただけるようになって、いやもうなんか周りの環境に恵まれてるなって感謝の1年でしたね、本当に。じゃあもうほぼほぼプライベートの時間はなく、ずっと曲作りして、まあ、去年はあったんですけど、なんか今年入ってからなかなか休みも取れなくて、あ、はい、もう今すごいなんかいろいろ佳境を迎えてて、特に忙しいんですね、はい、追い込まれてます。4月のアコフェスはどうでした。アコフェス、あのだからね、神戸のイベントはこのワンスとして出るのは、あのフェスかに出るのは初めてだったので、うん、なんかすごい気合いも入ってましたし、まあ、最初このワンスを始めた時はやっぱり今までバンドやってて、でそこから一人でステージに立つってなったので、なんかステージでのこう見せ方みたいなのはいろいろ模索しながらの感じではあったんですけど、でもこのアコフェスの方にはなんかようやく自分の中でこう自信がついたというか、一人だったらこういうことできるなっていうのが定まってきてたので、すごい楽しくやらせてもらいました。そのステージの見せ方で、うんうん、自分ならではの強みとか、うん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 、こういうの見せていきたいなっていう方針が、はい、もし今後も含めてあれば教えていただけますか。
そうですね、でもいろいろできるなっていう感じではあるんで、うん、結構去年はその一人でいろんな楽器を多重録音、その場で録音して重ねていってっていうプレイをしてたんですけど、それはそれででも武器になるし、でもやっぱりバンド、他のあのミュージシャンを引き連れてバンドサウンドを聴かせるライブっていうのもやっぱ熱量があって楽しいし、なんかそれはソロだからいろんなことができるんじゃないかなと思ってるんで。じゃあ結構ライブによってもバンド編成なのか、うんうんうん、それとも弾き語りなのか、はい、そうですね、でね、その弾き語りでもギターを持つのか、持つのか、鍵盤をシンセサイザーなのかピアノなのか、はい、それでも全然また印象が変わってきそうですね。全然楽曲がね、変わってくると思うんで。そのライブのお話で伺いたいのが、はい、今夜と明日まず神戸でライブがあるんですよね。はい、ライブの名前から教えてください。名前はですね、バリット20th anniversary 神戸グッディーズコレクションバースデースペシャル。はい、そうです。長いな、長いな、長いですね。そう、バリットの20周年のイベントで、はい、今年がバリ神戸バリットっていうライブハウスができて20周年なんですけど、うん、僕がもともともう高校の頃からずっと出させてもらっていたライブハウスでして、ええ、まさに今日23日がもうその記念日なんですけど。そうなんですよね。そうなんですよ、そこを任せていただいたっていうことで本当に光栄です。うん、バースデーにライブってね、はい、しかも高校時代からの思い出も詰まってるってなると、うんうんうん、結構ジーンとくるものもありますよね。ですね。しかもその去年も周年のライブでまさにこの7月23日に呼んでいただいてたんですけど、ちょっと僕が体調崩しちゃって、あのコロナにかかってしまって、で中止にしてしまったので、この日のライブを、だからもう僕としてはすごくリベンジなライブにもなりますし、でもまた任せていただけたっていうその感謝の思いでいっぱいなので、もうそこも思いっきり伝えていきたいなと思ってます。でまたバースデーの今日と明日24日と、はい、一緒に出演される方が違うんですよね。そうですね、今日がワンス僕とザ・ソングバーズ、そして明日が、明日はワンスと井上龍馬、そして近石亮という、ライブの内容もだいぶ変わってきますね。あ、変わりますか、やはり。それは一緒にステージに立たれる方が違うから、曲も変える、セットリストも変えるっていうイメージですか。そうではなくて、それもあるし、今日はちょっと僕もドラムのメンバーを引き連れてデュオ編成でやって、ソングバーズもおそらくバンド編成で来るんじゃないかなっていう感じなんですけど、明日も完全に弾き語りライブなので、僕はもう一人でやり、で龍馬くんも一人、龍くんも一人でやるって感じなので、はい、じゃあ全然違いますね。ですね。ねえ、このメンバーの中に昔から付き合いがあったりとかされる方もいらっしゃるんですか。あ、みんな全然あの知り合いですね。あ、そうなんですね。はい、対バンとかもやったことありますし、ええ、でも中にはね、あの近石亮くんはライブは一緒にやったことないんですけど、近石亮くんの兄があの高校の同級生で、そんなつながりあるんですか。そうなんですよ。で彼も同じ高校にあの入って、はい、でそこでまあ兄の友達だったんで知ってくれてて、あの憧れてやってますっていう感じでつながっていったって感じですね。面白いですね。でまた今回はステージに一緒に立つということでね、初共演ですね。そうですね、共演も楽しみですよね。はい、そしてワンマンツアーも8月からスタートするということで、はい、ツアーの名前も教えてください。はい、ワンスワンマンツアー2024ということで2回目のツアーですね。はい、はい、全国3カ所回るんですけれども、関西は9月1日日曜日ミュージッククラブジャニスにて行われます。ツアーの注目ポイントはどういうところですかね。そうですね、まあ一番やっぱり前回のツアーと違うのは、今回はバンド編成で回ろうと思ってるので、その、まあ、最近作った曲たちもやっぱり去年のツアーを通してもっとライブ感というか熱量の高いライブができる楽曲を作りたいなっていう思いでできた曲が多いので、なのでもう必然的にそのバンドサウンドがとても気持ちいいライブになるんじゃないかなと思ってます。はい、改めてワンマンツアーは関西は9月1日日曜日、大阪心斎橋ミュージッククラブジャニスであります。はい、で今お話がありました、最近作った曲といえば、はい、先週7月17日に配信リリースされましたニューシングルフライバイ、はい、ライブで聴いても盛り上がれるだろうなっていう曲になってますね。そうですね、すごい開放感ある サウンドですので盛り上がるんじゃないかなと思ってます。ですよね、はい、この曲作ったきっかけはどうやって制作されていたんですか。そうですね、楽曲自体はもう今話した通り、そのライブでもうちょっと盛り上がれる曲が欲しいなっていう流れの中でできたんですけど、まあこの作品だったり他にも今曲はどんどん作ってるんですけど、やっぱりそういう曲作る時って結構今までの自分だった
ったり自分が大切にしてたものだったり、なんかそういうのを振り返る時間がすごく長くて、そして考えてるうちにやっぱり今の自分があるのって今まで関わってくれた大切なものだったり人だったり、そういうものに作られてるなって思っていて、うん、でもこのワンス始めてからはやっぱり新しいことを始める時ってなんかどうしても全部を持っていけないじゃないですか、何かを諦めなきゃいけないこともあるしっていうところで、そういう取捨選択もしてきたんですけど、うん、でも距離が離れてしまっても、でもなんかその大切にしてたものっていうのはずっとずっと自分の心に近く残ってるんだなっていうのをこの曲を作りながら感じてたので、うん、そうしたメッセージを込めて、それをこれからもずっと心の中に持って前に進んでいこうというメッセージを込めて作りました。そうですよね、前に進んでいこうっていう前向きなエネルギーっていうのもすごく感じられる曲なんですが、うんうん、そういう意味では今後何かこういうことを達成したいっていう目標として掲げてるものってありますか？うんうん、そうですね、なんかはっきりとは言えないんですけど、でもやっぱりワンスがこのまだ始めて1年ちょっとしか経ってない中で、もっともっといろんな会場だったり広いライブハウスだったりホールだったり、うん、そういうところでやりたいなっていうのをずっと自分の中で描きながら曲作ってるので、まずはそこかなって思いますね。そうですよね、うん、でまたこの曲っていうのが夢でもし会えたらとか、ここら辺も自然と手拍子が起こるような盛り上がる曲だったとは思うんですけれども、うんうんうん、はい、それとはまた別の路線の盛り上がる曲を目指したっていうイメージになるんですかね。あ、でもなんか別にそういう違うものにしようっていうイメージは全くなく、なんか自然と自分の中から湧いてくる今ライブで楽しみたい曲っていう感じで作っていきました。うん、そうなんですね、うん、先ほどおっしゃってたその大事な思いっていうのもすごく歌詞にいっぱい詰まっていて、はい、歌詞も見ながら聞くとね、前向きなエネルギーっていうのを感じられて、より心に響くので、はい、たくさん聞いていただければと思います。ではあっという間なんですが、はい、ありがとうございます。時間になってしまったので早いですよね。はい、最後にキスナーさんに、あとスタジオの外で見に来てくださっている方々にもメッセージをお願いします。そうですね、神戸、今外にルミナス神戸見えてるんですけど、僕はここでバイトしてたんですけど昔。そうなんですか？はい、あそこでやってましたね。ウェイターですかね、やってたんですけど、そうなんですね、なんか自分の好きな景色がやっぱり神戸にはたくさんあるって、このキス FM にもたくさん出させていただいてて本当に感謝でしかないので、これからもその恩返しできるような、活動をしていきたいなと思ってるので、はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、これからもよろしくお願いします。またね、スタジオにも遊びに来てください。はい、ありがとうございます。では最後に一曲、曲紹介お願いします。はい、それでは最後に聴いてください。ワンスでフライバイ。この時間のゲストはワンスの杉本裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。